こんにちは、あみです。本日はですね、昨日に引き続き裏マローの動画なんですけども、昨日はブラックバードでやったということで、今日はシーウルフパーティーの裏マロー周回パを紹介していきたいと思います。久々に使ったんですけど、シーウルフもしっかりと強かったです。はい、で今日は後付け実況でやっていきたいと思いますので、最初にパーティー紹介だけしておきます。まず自分の方のシールフが、レイランの耳飾りですね。これはバインドとかスキルとかもそうなんですけど、これはねスキルを使いたいです。何のスキルかっていうと、操作時間延長のスキルが欲しくて、で短いターンで溜まるやつ、他にもあると思うんで、なんかボックスで探してください。はい、操作時間延長のバインド耐性武器ですね。で、チェーンが6で、サブがスパイダーマンで、聴覚性が L 字のヒシリングの武器で、チェーンが6で、余った枠は好きなキラーつけてください。そしてベニーパーカー、この子ね、やっぱり回復力を取り返せる、しかも3ターンで使えるっていうところがね強いですね、個人的に。変身キャラなので42とか出ないですけど、副属性も火なのでいいでしょう、フラマロぐらいだったら。で、アシストがイノスケの武器ですね。潜在がお邪魔目覚め耐性のチェーンが2で、次がクリスマスグレモリーですね。聴覚性が火のコンボ強化のストレンジの武器で、翼目覚め耐性のチェーンが2。そして最後が、闇のゼウスギガですね。これはね、スキルの無効貫通スキルをね、最後のボスとかに使ったら楽だよっていうので入れたんで、別にそれをしたくない人は普通になんか無効貫通火力出るキャラとかでいいと思います。はい、で聴覚性がスキルの上限解放のチェーンが2で、エキドナサラの武器ですね、威嚇です。フレンドさんのシールフは10連ガチャドラで、雲耐性を補っておりまして、チェーンが6で、ちょっと指が短い組に感じたので指バッチにしてやっていきます。で、ペニーパーカーとグレモリーの潜在が目覚め耐性なんですけど、ルーレットが嫌な人、あのボス前のネップドラなんだっけ、ルーレットめっちゃしてくるやつが嫌な人は、ルーレット洗剤、回復洗剤でもいいのかなって思います。バインド耐性武器つけなきゃいけないんですけど、気になる方はそうしてください。はい、ということで1階層からやっていきます。まず、1段階目の変身をしまして、ビニパーカーバインドからなんですけど、ストレンジで回復できるので大丈夫ですね。でヒシリング打って、でちょっと食べたらストレンジが溜まるので、ストレンジで回復しながらヘイストして、また一旦しなぎます。ペニーパーカー変身して、ペニーパーカーがね上向きしちゃうんだよね、目覚めを。それはちょっとあれですけど、こんなに大丈夫、変換できるから。はい、で2段階目の変身しながら1階層を突破していきます。シーウルフはやっぱり HP がすごい多いので、なんか安心感あるよね。1回組み損ねてもさ、意外と素で耐えるもん。ブラックバードは絶対失敗したら死ぬ HP だけど。さあ2階層目は、ここは盤面荒らされるんですけど、ゼウスギガの後ろのエキドナサラ武器で遅延をかけるので大丈夫です。でついでに指も取り返せるので、エキドナサラの武器が強い。はい、もう半分削りつつ、スキルダメをしていきます。 OK、 一番左は固定で抜けますね、硬いけど。はい、スキルダメして、あと1に乗ったところで突破していきましょう。 OK、 さあ3階がオーガかな、オーガ
じゃなかったわ。もう一個先だった。ここは普通に、シールフ使って殴っていくだけなので早送りします。はい、普通に全体攻撃入れて前半かけて殴るだけですね。はい、ちょっと前半をかけ忘れて、抜けたけど、はい、4回でオーガですね。ここは、グレモリーでバインドと覚醒、バインドを回復していくんですけど、右と真ん中があと2になるまでに回復と水を呼び寄せておきたいですね。はい、そしたらグレモリーとシールフを使って突破。回復がねないと、回復しきれないと受けれないので、なるべく回復は呼んであげた方がいいかなと思ってます。で、半分で、ここで一番左の攻撃を受け、でここからですね、フレンドじゃない自分側のシールフは8回まで使わずに後ろのスキルを貯めます。はい、なのでここは円離しで抜いていきます。でたまにね真ん中残るんですけど、真ん中だけだったらね耐えれるっていうねシールフが強すぎて耐えれるので大丈夫です。はい、そしたらここはリダチェンなんですけど、スパイダーマンだったら大丈夫で、フニーパーカーでも多分大丈夫で、グレモリーでも大丈夫なんだけど、ジェルスギガだとちょっと微妙いので、そしたらフィシリングがもう一回溜まってるので、それを使ってあげてもいいかなというところですね。本当はもう一個先の階層で溜まってるシールを使った方が楽なんですけど、ジェルスギガになっちゃったらしょうがない。はい、で、突破したら、そう、ここの階層がね、回復力減、デバフ、指激減っていうね、ちょっとめんどくさい階層なので、指取り返す枠もいないし、威嚇で飛ばしていきます。はい。スパイダーマンの後ろのヒシリングですね。を打って、あ、そうそう。この辺でね、ゼウスが溜まってるんですよ。で、このまま放置しておくと、後ろのサラ、エキドナーサラがもう一回溜まっちゃうので、腹打ちしておいた方がいいんですけど、すっかり忘れてた。すっかり忘れてたんで、皆さんは腹打ちしましょう。はい。まあ、ここも、捨てダメしつつ、突破ですね。そしたら、7回が、遅延、覚醒無効、消せない、かながきますけども、そして盤面が荒らされるんですけど、まあ、色が変換してもないようだったらスパイダーマンを使って、普通にシルフだけでいけそうっていう時はシルフで突破、まあ、どっちにしろ次も盤面荒らされるんでスパイダーマンかシルフで対応できると思います。はい、こう嫌な感想ですけどね、スパイダーマンがね、ずるいんよ。4ターンで、ロッキガイド陣ね。はい。最低限のコンボは生成してくれるので、スパイダーマンが。で、まぁ、ちょっと硬いんですけど、左のなんか忍者みたいなやつが、固定で抜けちゃうので、最低限のコンボだけでもどうにかなるかな。リットが残っても、あ、残りましたね。残っても、まぁ、一旦余裕あるんで。こんな感じで。そしたら、ここで貯めてた自分側のシールフを使います。今日ね、今回は来なかったけど、ウィニアスだと弓が激減なので、ここでシールフの後ろのレイラン武器を使ってあげて、指を取り返して突破していきます。で、ゴーザンゼは、火2セットぐらいあれば多分いけますね。ロックされてるけど、はい、OK。 そしたら9回が、ここはそう、テロップが出ると思うんですけど、非吸収、水吸収どっちかが来ても使わずにね、イノスケ使わずに飛ばせるんですよ。飛ばせます。で、非水吸収だと一
きついので、馬体級か火の月を使うことになってしまうんですけど、で私は全然なんか何も考えずにやってたら間違えて猪之助武器を使ってしまって、非吸収なので水の無効貫通で抜けるはずなんですけど、間違えて使っちゃったま使っちゃったらあのシリアスも吸収ラステになりますけど、まあ、そこは運ということです。はい、 OK、 10回、10回は劉備か、あの覚醒無効毒花火のやつですね。覚醒無効毒花火の方はスパイダーマン使って一旦耐久して覚醒無効を取ります。クリスマスグレモリは使わないで耐久してから突破、劉備は普通にエンハンスかけて突破。で11回が奇跡回想ですね。ここは特に問題がないと思うので早送りしますけども、まあ、回復力で劉備で下げられている場合は、まあ、2回目のこのターンのために回復取っといてもいいかも。あ、でもペニーパーカーがいるんだ。もうペニーパーカーがいたわ。強いわ。ペニーパーカーは回復力 1.5 倍ですね。で、回復も修正してくれるんで、めっちゃいいやつ。で、シリアスは、今回光吸収だったので問題なくいきます。でここで敵のナサラが溜まっていることに気づきから打ちをする。今さらですけども、はい、今リズム交換でいけるのか分かんなかったので、とりあえず1段目は適当に与えてヒーム交換いけるときに突破していこうかなという感じですね。はい、ルーツでも火だったらワンパンできると思う。 OK です。そしたら13回がこいつですよ。こいつがルーレットなんですよ。ルーレットがねボスまで響くから嫌なんだよね。そう嫌なのよ。まあでもなんだっけ、シェヘドラとかもルーレットだけどね。ルーレット苦手な人はルーレット洗剤やった方がいいかもしれん。でここは火3セットを2回ぐらいで通貫で殴っていきます。でもし毒花火食らってもスパイダーマンいるんで大丈夫ですね。スパイダーマン強い。いやこれのルーレットのせいでさ、ボスがね時間かかるのよ。無効貫通組めないから。そうで今回ちょっと出なかったんで、ちょっと出たテイクをつなげてます。はい、キジルが出たテイクです、これ。はい、1段目は私はロック解除を一旦しますね。解除してで、まあ、本来ならねもう全力で無効貫通組みに行きたいところなんですけど、なんせルーレットが邪魔なもんで、ちょっとね、ルーレット出てしまうとボスがねちょっと時間かかっちゃう。これはもうしゃあないしゃあない、苦手なんだもん。はい、平積みしたらなんか半分まで削っちゃいましたけど、回復覚醒無効されて32万ぐらい体力があれば耐えれますね。はい、でクリスマスグレモリーを使って、で、回復力下げられている場合は、ベニーパーカー使ってもいいですよ。はい。13回で、オデドラで覚醒無効でクリスマスグレモリーを使ってる場合は、ちょっと半分切るまでに耐久するか、半分切る前に、ゼウスのおじさんでワンパン、ツーパンするか、ワンパンか、ワンパンするか、ワンパンはできない。フルマックスからワンパンはできないですけど、ちょっと削ってワンパンみたいなのがいいかなと思います。はい、ここで、ゼウスのおじさんが帰ってきたので、ここから2ターンは無効貫通組まずに、無効貫通が通ります。無効貫通が通ります。はい。で、1回目を倒して、でこのまま平積みで2回目も削っていきます。
サブがね、上限解放ついてるのがゼウスだけなんで、火力的にはそんなに高くないので、ワンパンとかはいいですね。ボス。ボスワンパンはきちい。こんぐらいが多分限界です。ツーパンかな？できても。で、ロックされちゃうんですが、ロックされた方が、ルーレット的にはいいけど。ちょっと怖かったんで、ルーレットが外れるまでちょっと耐久しました。できる方はもうどんどん交換通組んでもらって、いいと思います。はい。で、これで向こう、ルーレットが終わったので、最後決めに行きますと。で、ロックされたのを、スパイダーマンで回復シール使って無効貫通ですね。OK。まあ、やっぱりキジルも普通のジルとあんまり行動パターンは変わらないので、多分水ジルも変わんないんですけど、シールフでやる場合は、水がちょっと硬いので、気をつけるんですかね。OK。クリアでーす。ありがとうございます。はい。という感じで、まあ、ルーレットされた時は私はちょっと時間かかっちゃうんですけども、まあ、道中は結構楽かな。そんなに積むところも、スキル管理とか間違えなければ積むところもないかなという気がしておりますので、まあ、ブラックバード持ってないけどシルフ持ってるよっていう方はぜひ、参考になるかわかんないですけど、ぜひやってみてください。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。